10月ファミ通文庫の新刊が発売されました。公式は今日発売って書いてるんですけど、もう一昨日ぐらいに店頭で見かけましたね。新シリーズは一作品だけだったんですが、それがね、なんと珍しいサッカーものなんですよね。なので、密かに楽しみにしてました。今回こちら読んだので感想を話していきたいと思います。評価はいつもの5段階でやっていきます。よろしくお願いします。それがこちら。三欠のサッカーは世界を揺らす僕の評価は 5ですね。めちゃめちゃ面白かった。今まではラブコメの付属として主人公がサッカー部に入っていてっていうパターンでサッカーの描写が出ることがあったんですが、ここまでガチでサッカーがメインとなった話は新鮮で面白くて、僕はサッカーはワールドカップしか見ないんですけど、そんなミーハーな僕でもめちゃめちゃ熱くなりましたね。まず日本サッカーが一番強かった時代はいつかと聞かれたら、大抵三欠が揃っていた時代と国民が答えるぐらい圧倒的な 3人がいたんですよねそれがその中の天才ストライカー、シガと、当時全くの素人だった主人公、サダが出会う話を描いた一巻でございました。もう未来では日本代表として、三欠として時代を築いたことを示した上で、その当人たちがどうやって出会って過ごしたのかの学生時代を描いていくと。なので今こんな二人だけど、今後かけがえのない存在に成長していくのかと、少し親心で見てましたね。 で同級生生に当時彼らはどんな学生だったかかをインタビューしてるのとかが挟まってて浅いキャラたたちの理解度をさらに深めてくれましたましず主人公サダは中3の受験生でして毎日毎日勉強勉強で当然サッカーなんか頭にない生徒なんですけど正確で言うとひねくれこじらせボーイ協調性がないいつも一人でいるタイプそんなある日クラスマッチでサッカーすることになって決勝で当たった相手の7組にいたのがすでに有名な強豪校にサッカー で内定をもらっていたシガソーヤここが完全に人生の分岐点でしたねそもそも協調性ない奴がサッカーできんのかよって感じなんですがこれができるんですよっていうのもサダの性格はそのまんまなんですけどその性格をさっぴいてもあまりある恐ろしい能力がサダにはあるんですよねそれが簡単に言うとどんな場所にもパスを通せるんですよたとえ真後ろであっても間に相手が何人いようとも見えている恐ろしい視野の広さしかしこれには重大な秘密 がががああっててまあ、らすすにに書いいいるるののののでででででネタバレももなんん脳内には山彦という別の人間の声が聞こえるんですよね二重人格とかそういうことじゃなくて、ただ感覚を共有してる別の存在が脳内にいるんですよ。この山彦が脳内から伝えてくる情報を頼りに、サダが神がかりなパスを回してたんですよね。そしてクラスマッチで天才ストライカーシガオもかわすパスワークをしたことで強烈に興味を持たれてしまうと。そら強いですよね。体動 動かす人人と脳内でで考える人で別々の人間なわけですからそもそも脳内に出現した山彦って一体何なのかっていうのは一貫時点では全く 分からないっすねサダも当然気持ち悪がりいろんな方法を試すんですが全く消える気配ないんですよ。しかも山彦はすごい脳天気なタイプでサダと真反対な性格なんですよね。だからサダはずっと山彦が嫌いで意見も全然合わないんですけどこのサッカーの時だけバチッとハマるんですよね。とてつもなく耳が良くて全部の情報を拾える脳内の山彦の指示に体で答えるサダ。 のはお約束のかっこいいやつですよそして受験しか考えてなかったさだがサッカーの熱に当てられていくと後書き読むと元々サッカー始まりで書いたわけではないみたいなんですけど主人公のかっこよさを見せるための物語を書こうとした結果こうなったみたいなんでこれからも主人公のスポーツのかっこよさを存分に見せてくれるんだろうなぁと続きを超期待してますあと名前だけ出た残りの3血ひざがどんな性格でどんなやつなのかめちゃくちゃ気になりますね今後どこで主 人口たちに関わってくるのかサッカー以外の部分でも、サダとヤマヒコの掛け合いだったり、シガの超ブラコンでたまに暴走する妹だったり、ラノベとして面白い部分もたくさんあったので、サッカーに熱がない人でも十分楽しめると思います。絶対続き読みたいんで、皆さんもぜひ買ってください。以上、10月ファミ通文庫の新作最速レビューでした。10月最後の最後に素晴らしいスポコンラノベが待ってましたね。サッカー自体は全くやったことないんですけど、サッカー漫画は昔読んでまして、 めちゃくちゃハマったデイズとかエリアの騎士とかフラッシュバックしましたね。三欠のサッカーは世界を揺らす間違いなくおすすめです。概要欄に購入リンク貼っとくのでぜひ購入してみてください。ここまでご視聴ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また別の動画でお会いしましょう。それじゃ。